皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は中学2年生の理科、炭酸水素ナトリウムの加熱、これについて説明します。炭酸水素ナトリウムは加熱すると、炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウムと気体として二酸化炭素、そして水、この3つに分かれます。このように1種類の物質が2つ以上の物質に分かれること、これを分解、このように呼びます、ね、分解、こんな字を書きますね。この実験ではこれ炭酸水素ナトリウムの熱分解というんですけれど、注意するところが主なもの3つあるので、それを説明します。まず1つ目です。加熱する試験管の口をそこより少し下げておきます。加熱する試験管、ここですね。ここに炭酸水素ナトリウムが入っています。口の部分をこの加熱する部分より下に下げておきます。これは出てきた液体、ここでは水ですね。これが加熱部に流れて試験管が割れるのを防ぐためです。二つ目です。ここの火を消す前に、ここの部分ガラス管なんですけれどね、ガラス管を水から出しておきます。ここにガラス管、水の中に入れたまま、ここの火を消すとですね、ここの部分の水が加熱している試験管の方に逆流して、試験管がね、割れてしまうことがあるんですね。それを防ぐためにね、火を消す前にこのガラス管を水の部分から出しておくんですね。3つ目です。ここで加熱して、ここの部分で気体を集めるんですけれど、この時1本目ね、1本目に溜めた気体は使わないようにします。なぜかというと、最初はここの中に空気が入っていますよね。その空気が最初に出てくるので、1本目ではその空気が入ってしまうんですね。だから実験が正確に行えないので、1本目のこの集めた気体、これは使わないようにします。ではここでできたものね、それが何なのかね、調べる方法について、ここで説明します。ここでできた二酸化炭素ですね。二酸化炭素、これは石灰水を入れて振ると、これ白く濁りますよね。二酸化炭素ね、石灰水を入れて振ると白く濁るので、それは二酸化炭素であるかどうかが分かります。次は水です。水を調べるときには塩化コバルト紙を使います。塩化コバルト紙というのは、キラキラとした青い紙なんですけれど、この塩化コバルト紙が青からね、赤に変わりますね、薄い赤なんですけどね、青から赤になります。そうするとそれが水だということが分かるんですね。そしてもう一つ、固体の成分ですね、炭酸ナトリウムです。
この炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウムですね、これはフェノールフタレイン溶液、これはアルカリ性を調べる薬品ですよね、これに反応させると濃い赤になります。濃い赤というのはつまり強いアルカリ性だということですね。元の炭酸水素ナトリウム、これもアルカリ性なんですけれど、フェノールフタレイン溶液を反応させるとこちらは薄い赤になるんですね。つまり元の炭酸水素ナトリウムは弱いアルカリ性だということです。でできたもの強いアルカリ性になっているので炭酸水素ナトリウムとは別の物質ができているってわかるんですね。でもう一つテストで出やすいところあるので説明すると、炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウム、出来上がった炭酸ナトリウムの方は水によく溶けるんですけれど、もともとあった炭酸水素ナトリウム、これは少ししか溶けません。このこともここで覚えておいてください。今回は炭酸水素ナトリウムの、加熱、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。